こんにちは、マリーです。今回はお花畑が一面に広がるフェアリールームを作ります。妖精が住んでいるイメージでキラキラとお花をたくさん使いました。このお部屋はアパルトメント S ハウスの1階、 S ハウスの地下の3つに合うサイズです。それでは作っていきます。床の内装はセラミックフローリングに、天井照明はシーベットシーリングランプに変更します。今回は入り口側から作ります。まずステージパネルをドアのすぐ前に設置します。その手前にブックシェルフシークレットパーティションを裏返しておきます。ステージパネルにイミテーションムーンライトウィンドウを貼ります。ブックシェルフを開けておくため、お好きな NPC をシェルフの裏に置きます。表から見えにくいララフェルがおすすめです。シェルフの前にログピラーを2本設置します。シェルフよりも少し内側になるように置きます。ポータルドパーティションを横向きからグリッドで2回転させてログピラーにつなげます。もう一つログピラーを置いて、ポータルドパーティションももう一枚つなげます。さらにもう一つログピラーを置きます。ステージパネルをグリッド1回分斜めにしてログピラーにつなげます。パネルに沿ってブリックカウンターを置きます。ログピラーをつなげて、もう一つブリックカウンターを置きます。その後ろにステージパネルを真横にしてもう一枚置きます。さらにログピラーを置きます。ピラーの間にイミテーションムーンライトウィンドウを2枚貼り付けます。窓の上にアイビーカーテンを2つ貼り付けます。クリスタリウムアンブレラスタンドを台座に乗せる機能をオフにしてからブリックカウンターの角に重ねます。イルメグフラワーランプをお花が傘の上に出るように置きます。ローズボールプランターを
ブリックカウンターの上に貼り付けます。ピクシンアップルバスケットはカウンターの上に置きます。カゴだけ使いたいので勢いよく食べます。もぐ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 。カゴの中にクラスタールームランプを入れます。ここまでできたら、Sハウスの1階で作っている方はこの2枚のステージパネルを剥がしておきましょう。ムーンライトウィンドウを通り抜けて地下に行くことができるようになります。簡単な剥がし方はこの動画の後半に出てくるので、そちらをご覧くださいね。照明を2に落として確認してみます。キラキラして可愛いですね。確認できたら照明を戻します。ステージパネルをグリッドで3回転させてログピラーにつなげます。クリスタリウムウォールキャノピーを横の窓と同じくらいの高さで貼り付けます。その横にログピラーを置きます。ユールモアディバーンを縦にして2つ並べます。ステージパネルにウォーターパーティションを薄く重ねます。白金ヨーダンスをユールモアディバーンの横に置きます。クリスタリウムペンダントウォールライトを倉庫から取り出して、ベッドの背に合う高さのところでサブメニューの配置するから設置します。ツインクッションを2つ枕になるように床に置きます。白金ヨーダンスをベッドの下の方に移動させます。ベッドの側に立って倉庫からハンギングキッチンキャビネットを取り出して、ベッドの足元になるようにサブメニューの配置するから設置します。タンスは回収します。バーチェアをベッドの足元に重ねます。その上に次元城の美しき花瓶を台座に乗せる機能をオフにして重ねます。ジェリーフィッシュランプを重ねるように床に設置します。ふわふわした動きがお部屋のアクセントになりますね。クリスタルハンギングオーナメントをベッドヘッドの後ろに貼り付けます。IBカーテンをキャノピーの上に貼り付けます。
2色のフェアリーペンダントウォールライトをキャノピーから下げるように貼り付けます。このお花のランプ、本当に可愛いですよね。続いて、グリーンパーティションを真横からグリッドで1回転させて、ログピラーにつなげます。真横にしたステージパネルをグリーンにつなげます。真横からグリッド1回転斜めにしたステージパネルをログピラーからつなげます。ここにトロピカルソファーを背もたれを隠すようにして設置します。境目にログピラーを2本設置します。ピロソポスラウンドテーブルをグリーンの前に置きます。テーブルの上をお好みで小物を置いてみてください。今回はランプマリモランタンとハリカルナッサスのティーセットを置きました。グリーンの上にお花だけが見えるようにローズトレリスを重ねます。ボタニストワークデスクを横向きにして、カバンが手前に見える向きで壁に埋め込んで設置します。デスクの上にクラスタールームランプを置きます。壁にはクエクエクロックを貼ります。その上にサイドタイドカーテンも貼ります。レザーソファーを裏返してトロピカルソファーの背もたれにします。アンティークウォールシェルフを壁に貼り付けて、その上にツインクッションを並べておきます。置けたらシェルフを下に下げます。イミテーションカーテンウィンドウを壁に貼り付けます。ここも小物はお好みですが、オーケストリオンフォノグラフとクラシックテーブルランプを置きました。フェアリーペンダントウォールライトを倉庫から取り出して、窓の上に重ねるようにサブメニューの配置するから設置します。次は最初に区切ったエリアを作り込んでいきます。マジックランドスケープクリスタルタワーをタワーが穴から見えるように設置します。ウッドスラットパーティションを取り出してランドスケープの前に置き、ランドスケープの白い枠を隠せる高さでローズウォールプランターを貼り付けます。ここで簡単に壁掛け家具を剥がす方法を使ってウッドスラットからプランターを剥がします。カバンから何か一つ家具を取り出して床に置き、すぐにしまいます。この状態でもうプランターが剥がれているので、ウッドスラットを移動させれば剥がし終了です。先ほど出てきた S ハウス1階用に
ステージパネルを剥がすときは、この方法を使ってみてください。注意点として、剥がした後のウッドスラットやパネルを移動させずにそのまましまおうとすると、家具が再度くっついてしまいます。しまうときは、移動させてからしまってください。それでは続きです。ウッドスラットの上の方にシンプルアーチウィンドウを貼り付けます。ウッドスラットを後ろに移動させて、上の小窓からウィンドウがちょうどよく見えるように位置を調整します。小窓からウィンドウの茶色の枠がはみ出ないようにすると綺麗です。先ほどと同じようにウッドスラットからウィンドウを剥がします。反対側の穴の中にはフォルタンファイアプレイスを入れ込みます。その手前にウッドスラットを置いて、穴のカーブに沿う高さでクリスタリウムウォールキャノピーを貼り付けます。貼れたらウッドスラットを後ろに下げます。位置が良ければウッドスラットからキャノピーを剥がします。こちらの小窓にもシンプルアーチウィンドウを入れ込みます。置けたらウッドスラットからウィンドウを剥がして、ウッドスラットを回収します。ハーフピラーブックシェルフを真ん中のウッドピラーに重ねて設置します。その上にフラワーアレンジドケージを乗せます。ケージの内側にはラザハンテーブルランプを入れて、お花の影が綺麗に出るようにします。さらにクラスタールームランプを重ねて入れます。ここから仕上げの工程です。オリエンタルラウンドテーブルをベッドの真ん中に重ねておきます。フィールド・オブ・ホープラグを床に敷き詰めてお花畑を作っていきます。お部屋の端から内側に向けて敷き詰めていきましょう。綺麗なお花畑になりました。最後に天井照明を2に落とします。お花畑のフェアリールームが完成しました。今回のお部屋は実際に見るとたくさんのお花やエフェクトがキラキラしていて、写真の背景にも使いやすい見た目になっていると思います。おうち兼スタジオのように楽しんでいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。